やってまいりました。やったキア120じゃない、しかも2両編成、素晴らしい。あれに乗って5月まで向かいます。山陰沿いは日本海側の風が強く、この上に多くの、これ風車っていうのかな、浮力発電所ですね、そういったものを見よう見ることができます。もっと別のところに行けばたくさん見れるんですけど、今はねこんぐらいしか見ることはできません。いやほんまに綺麗だな、ちょっと笑っちゃうぐらいよ、笑っちゃうよほんまにね。なんでこんな綺麗なの、いやほんまにすごいな、いやほんま頭おかしいだろ、なんでこんな綺麗なの。ちなみに海の向こうはもう中国、韓国、ロシアですよ。ですからね、まあ泳いで行きたかったらいけるんじゃないですか。うん、まもなくゴースなんですけど、あれはもうゴースもね結構立派じゃないですか。あんなねでっかい工場なんかもあってね、煙をもくもく吐いておりますよ。でも言うて反対側はそこまでじゃな、結構都会だな。ゴース駅に到着しました。ゴース駅から次は特急スーパーオーキーに乗りまして山口まで目指します。で、ね、本当だったら普通列車で行ってもいいかのと思ったんですけど、でもね普通列車で行ったらね山口に20時半ぐらいに着くんですよね。それちょっと遅いじゃないですか。まあ別にそれでもいいんですけど、でもねやっぱり津山じゃなくて山口線を暗いうちに走るってのはね、僕はねあんまりそういったことはしたくないんで、言うてもね昨日芸備線真っ暗だったんですけどね。なんか交通の男子高校生くんたちがすごく後ろを見てるんですけど、そんな珍しいですかね、 YouTuber ってね。うるさ、もううるせえよキア20、耳がやられてしもうた。まあいやこれからね、じゃあそういうことで特急スーパーオキンに乗って山口まで目指します。それではよろしくお願いします。これからもやってまいりました特急スーパーオキン5号だったかな、新山口行きです。これに乗って山口まで向かいます。おお、かっこいいですね。キア187系です。乗車しました。特急スーパーオーキーでほんますごいんですよ。このキア187系は確か自然振り子式車体傾斜装置もねこの車両搭載してるんじゃないかなと思います。つまり特急ヤクモの381系と全くではないんですけど、でもね車体の仕組み自体は同じです。ですがディーゼルか電気で動くかの違いなんですけどね。でこの特急スーパーオーキーなんですけどね、これめっちゃ速いですよ、ね、なんでこんなぶっ飛ばすので、普通だってねさっきディーゼル普通の列車乗ってきましたよ、キア120とかね、まあ、普通列車乗ってきましたけど、こんな速度でね全然走れなかったんですけど、なんでね特急型車両になった瞬間ねこんなぶっ飛ばすんですか、おかしくないですか。いや早い、だってねこれ最初乗ってからね、ゴーツから乗ってから普通に席ついて、じゃあちょっと車窓でも見ようかと思ってね普通にじっと見てたらね、息ブーンとか言いながらねぶっ飛ばしてカーブなんかここで一気にカーブ抜けていくんで、いやちょっとねなんだこの特急スーパーオーキーはね、もうスーパーがつくだけねありますよこれはね、おかしいわちょっと速度が。列車は浜田駅に到着しました。こちらのキア120はこれから出雲市まで行くんだな。向こうはあれはようわからんな、階層かもしれん。いやこの辺りねキア120普通列車走っとりますけどね全然違うわ。特急スーパーオーキー結構おもろいなほんまにね。浜田駅出発で1分でこのスクールですからね、ちょっとな頭おかしいよなと思ってしまいますよ。いや早いな、ほんまに早いな、わかります。このカーブにね差し掛かったらね車体を傾いてるの、いやすごい楽しいな。振り子も僕大好きなんですけど、それにディーゼル特急だからね すっげえ楽しいわ。ちょ、わかりますかね今傾いてるの、結構傾いてますよ。ちょっと直線回になったら多分こっちの風景がグオーンと上に上がると思うんですけど、分かりますかね。ちょっとグオーンと上に上がるっていうのが難しい。あ、戻りましたね、直線回に入ったんでしょう。でそして次は右カーブなんで右に傾いております。分かりますかね。いやこれ乗ってないと分からないな。乗ってたらね力がかかるんですよ、どういう方向に車体が動いてるのかっていうのがね。いやすごい速いな、ほんまに速い。やっぱりディーゼルはこの音がいいですよね。もう加速するときにブルーって
僕はね、その音が大好き。うおっとっと、振り子がめちゃくちゃ、機能してますね、これはね。いや、すげえわ。早い。ちょ、早すぎるな。ちょっと怖いわ。恐怖さえ覚えますね、この速度。おおっと。いや、ほんま速いぜ。すげえな、ほんまね。何？日本にこんな素晴らしい特急列車なんかあったの？ってちょっとね、錯覚してしまうようなあれですよね。でもまあ、他にもたくさんあるでしょ、こういった特急列車はね。いや、でもほんまにすごいな。いや、楽しいわ。うん。乗ってよかったわ。おー、すごい美しいが。美しいがね、ちょっとゆったりと見たいんですけど、でもね、特急スーパー大きいが、そんな余裕さえもくれません。これはもう早すぎるからに他にならないのかなと思いますが、ちょっとね、早すぎるな、ほんまにね。風景なんか見れたもんじゃねえよ。おー、美しい、綺麗だ。いいね、ほんま楽しいわ、これはね。なんだこの特急ね、こんな風景も良くてね、しかもこんないい速度で走ってくれてね、そしてもうこのディーゼル、いやもう素晴らしいな、ほんまにね。おお、美しい。波がなんかすごい荒れてんな。まあ、これは普通なんでしょうね、日本海側は。いや、にしてもデッキ熱いな。デッキ冷房効いてねえぞ、これはね。ちょっと やっぱりね、デッキ冷房つけなくていいっていう風潮ありますよね、なんかね。つけりゃいいのにな。暑い。まあそもそもね、こんなところおらんね、普通はいないからね。お、なんか港町が見えてきましたよ。駅があるな。これ駅通過するぞ。いや、なんか空が幻想的だ。雲があれだな、結構分厚いのかかっとるんで、ちょっとね、あんまり天気は良さげじゃなくなってしまったわ。昼間だったらすごい良かったんですけど、分岐器を超える、結構な速度で分岐器超えますね。この駅は通過。あ、特急スーパー大きいがいるわ。松風だ、これは。マスダ発じゃなくて、マスダ発出雲市じゃなくて鳥取駅かな、ですよね。もう通過していく、この駅も。でしても一番怖いのはね、やっぱこの分岐器を越えるこのところなのかなと思います。かなり車体が揺れます。もうしっかり足をグッて力入れないとね、これろくに立っとくことはできませんよ。マスダ駅で5分の停車です。マスダ駅こんな感じになっとるんですね。まあ言うてもそんぐらいなんですけど、少し結構立派な駅なんかのと思います。ちなみに指定席はね、あんまり乗っていませんね。まあでも言うて全然乗っとらんっていうわけではありません。でもそろそろ乗りますか。これ特急スーパー大きいは、マスダを出発してから山口線に入ります。次の停車駅はツワノです。ツワノもツワノまであと3分ぐらいで着くんじゃねえでしょうか。結構ね、強い山口線はかなりの山の中を走っていきます。まあ、普通のローカル線といった感じなんですが、あれですがね、特急も走る結構重要な路線でもあります。あれ、もうこれツワノじゃねえですかね。で、ツワノの向こうの橋ですよね、これはね。ツワノは多分ね、SL 山口号の終点の駅なんで、こういう風に停車台とか、あとはね、これ灰を落とす装置ですよね。おお、停車台があった。こんな感じのものも残っております。今は SL 山口号の運転時期ではないんで、多分ね、今は使われてないのかなと思いますが、シーズンになればバリバリ使われております。ちょ何言ってんだろうね。普通使われてますからね。ツワノ駅のこの生産所っていうのかな、これがね、まだ A ですね。ツワノ駅は多分ね、これ昔から変わっとらんのじゃないのかなと思います。お、すごい。あれ、場所が変わっとるな。あそこにデゴイチってありましたっけ。あ、なんか新しく改修されたのかな。まあいいわ。ツワノはまた、これもまた、町並み保存地区なんかも持っているところなんじゃないかなと思います。このツワノは西の京都って言われていたのかな。小京都とも言うのかな、小さい京都ですよね。そんな感じで、かなり京都らしい町がこちらのツワノです。ちょっと何言ってんだろうね。もう普通のね、京都みたいな感じの町並みが広がってるってことを言いたいだけですね。ツワノもね、別に訪れてもええかどうと思ったんですが、言うてもね、いつも SL 山口号の、ね、終点でね、ツワノでよく訪れとるんで、わざわざね、特急降りてまで観光することでもないのかなと思いました。ちなみに山陰本線ではかなり良いスピードを走ってくれたんですが、残念ながら山口線ではそこまで速度を出しません。というのも山口線はね、あんまり高速化工事ってのがそこまでね、施されてないのかなと思います。で、山陰本線の方で、ね、バリバリ高速化工事なんか行われているんですが、山口線ではね、なぜかね、高速化工事が行われてないんですね。なんかあるんでしょうね、そういった何か問題っていうか、まあ、できない理由が。
山口駅に到着しました。いや、すぐ着きましたね。すぐってことはないけどね、まあ、動画編集してたらね、すぐ着きましたよ。いや、乗り心地のいい車両でしたね。これはまた今度乗ってみたいわ。本当にね、山口はね、国鉄王国なんですね。右側、こちらはキア47タラコ色の電車です。もう何遍も乗りましたね。僕の大好きな車両ですね。でこちらは特急スーパーオーキー、新山口に向けてこのまま走り続けます。あの LED の愛称マークってのかな、あれがまたいいですね。 JR 北海道みたいだ。お、発車だ。このディーゼルエンジンの音がいいですね、またね。おーおーおー、ええー、ね、かっこいいわ。相変わらずやかましいな、でもエンジン音はね。こちらは山口県山口市の県庁所在地、山口市の山口市、山口駅の駅前ですね。いや、田舎だ。列車と2、3分出るんで、また引き続き、次は湯田温泉まで行きます。湯田温泉駅に到着しました。山口駅からすぐ着きましたね。で本日の目的地はここです。では